日本茨城県日立大田市磯部町磯部町は茨城県日立大田市の町名。郵便番号は313-0042。日立大田市南部に位置する。町の北の境界を源氏側が、東の境界を里川が流れ、磯部町で合流する。南の境界は渋江川が流れる。農産村的特徴と、 都市的特徴の両方を兼ね備えているが、日立を田中心部に近接するため、都市的特徴が顕著である。国道349号に沿って集落が形成され、外村形態を呈する。北は稲城町、山下町、三斎町、東は小沢町、内田町、南及び西は矢河原町と接する。磯部町では、縄文時代の峰遺跡や峰山、 磯部古墳群が見つかっている。文献記録では、鎌倉時代の公安伝文に磯部十六町三段内と書かれ、日立国里西群に属していた。里西群は、平安時代末期には、佐竹氏の本願であり、鎌倉時代末期に臨戦寺に寄進された、里僧の正域内だったと考えられている。他にも、明王三年頃の筆と思われる、東蘭宗一注文写しに、 磯へ来る、魔法、磯辺の内と、宇佐井寺方道依覧などとあり、佐竹の乱の折に、小野崎市や江戸市に横領されていた。文禄三年の大公検地により、里西軍が久治軍に組み入れられたため、磯部も久治軍となった。江戸時代には、日立国久次軍大佐組に属しており、磯部村と称した。慶長14年を境に、佐竹市から、 三戸藩へ支配者が変わった。村高は、官営12年の、三戸両合校長2031国余り、元禄校長2956国余りなどとある。国用広くには、肥沃な土地であると記され、天保13年の検地の記録によれば、田畑は101丁余りで、文米は34国余り、日田畑は4単余りで、文米は1国余りだったという。 明治時代になると、町村制の施行により、近隣三村とが合併し、九時郡佐竹村の大技となった。村役場は、磯部に置かれた。佐竹村は、昭和の大合併において、大田町ほか五村と合併して、日立大田市となり、磯部町という町名となった。市政施行後は、住宅地化が進み、九百六十年四月六日に、市立峰山中学校が、 現在地に移転した。水婦資料によると、王子は、50基、刻山と称した。総数、個数、または、世帯数、人口、私立の小中学校に通学する場合、磯部町全域が、佐竹小学校、峰山中学校の学区となる。峰山中学校は、磯部町内にある。八川原駅、土土一線化化費。ありがとうございます。